これ余裕だわ。ということで完成いたしました。今日麺食べるかなと思ってティンチつけたらつけすぎてしまいました。指にもついちゃいました。私の敬愛するビッグエンジェルさんとかもねやってましたからね。今日時間を計りたいと思う。わーい、お腹すいた。ただいま朝の10時半ですね。では早速いただきます。カップ麺とは思えないぐらいの重さで、匂いもね、キムチって書いてあるけど納豆が結構強めかな。あ、でもよく見ると麺に小さめの納豆みたいなのが絡みついてますね。いただきます。あ、時間かかってなかった。いきます。よーい、スタート。よし、いただきます。美味しい。うん、まあ、味としてはなんだろうな、思ったほどそんな主張してないですね。納豆もキムチもちょっとピリ辛な焼きそばでちょっとネバネバみたいな感じ。うん、うんこれ余裕だわ。何のために太ってるかって言われたら大食いするためだからね。本当に。うん、うんうん。あ、でもちょっとずつ唇がピリピリしてきたかも。やっぱ匂いは納豆なんだよな。これどういう仕組みなんこれ。うん。うん、こういうカップ麺ってさ、火薬がそこに行くよね。うん、うん、うん、私本当に食べてる？減ってる気がしないんだけれども。うん、で、あ、でもちょっと熱くなってきたね。ね。うん。うん。ネバネバがすごいのよね。ネバネバと香り。うん。うん。うん。もう8分？うん。何せこれ麺が2つ入ってっからね、2つ。それやばいわ。これでも、なんだっけ、お好み焼きとか、チャーハンとかにしても美味しいって、なんかで見た。匂いがめっちゃ納豆なのよ。納豆の香水振りかけたってぐらい納豆の香り。うん、おいしい。もう11分になろうとしてます。みんなやばいね。ね、口何個あんの？3個ぐらいなきゃこれ無理でしょ。うん、納豆の粘りが再現されているので吸いづらいですね。ようみんな食ったな。開始12分半でマヨネーズの登場です。ラス頼んだで。ドーピング、ドーピング、マヨネーズはドーピングです。はい。あ、でももう あとちょっとじゃん。でみんなどう思う？その自分の彼女がねこれ食べてたらこっそり。より吸いづらくなりました。ダイソンでもこれは軽々しく吸えないと思うわ。やっぱマヨネーズって何でもあるよね。
あ、え、待って、私はデブ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 、よし、ここで終わるわけにはいかない、夏はまだ終わらない。私の予想では12分ぐらいでもう食べ終わったと思ってた。あとちょっと。ほげげ。ほげげげ。どんぐらいのいけるやろ。何のために私は太ってんねん。部活の練習よりきついわ。想像以上、お値段以上。ニトリ。待って、これは食べきりたい。もうこれ食べなかったらもう痩せなきゃだよね。太ってる意味ねえもん。お箸かわいいでしょ。これいただいたやつです。ありがとう。さあ、ラストスパート、頑張れ私。頑張れ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 、あやのご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 、お酢かけたらもういけるでしょう。みんな知ってる？担々麺とかにね、お酢かけると美味しいんだよ。やってみて。頑張れ、あやのご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 。いや、でかこの器、今考えたら風呂やん。風呂桶、赤子の風呂桶だ。沐浴させようかい。お酢のパワーを信じるなり。あともう火薬だけだ。サイモンペック、サイモンペック、サイモンペック、サーモン、サーモン、サイモンベーカー、サイモンベーカー、駆け込みでいらしますのでお許しを、ああお許しを。あ、うまいな、火薬。へめっちゃ待った。記録30分と20秒でした。はあ、遅ない。でお腹どのぐらい膨れ上がったのか見てみましょう。あー、膨れたね。さらにもともと膨れ上がっていたけども、さらにこのなんかわー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 、あーい。ということで、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。